パート4ですね。で、これは写像です。それで X と Y はこれ集合にします。それでですね、なんというか写像というのはみんなあんまり慣れてないと思うんですよね。こう書きます。何かというと X の要素に対して必ずY の要素 FX を対応させるっていうのが写像です。いいですか。なかなか難しいですね、本当に。これ最初慣れないと思いますよ、本当に。今がいろんなことをやっちゃいますけど、これ本当にこんなのいきなりガンガンやって分かるとはとても思ってないですから、だからざっとやっちゃいます。で、またこれ時々思い出したように復習します。そう思ってください。で、特に よく出て使うのは変換って言葉よ。これ学生時代に線形代数を教わった山崎先生に教わったんだけど、写像のうち Y と X が等しい場合、この時変換って言ったりします。これはなかなかみんな変換とかなんかいろいろ言うんだけど、変換ってそういう意味だそうです。もう40年前にもう41年前だ習ったんですけど、79年に入学しましたからその時にあったによると変換ってなんかのはこういう言葉だったそうです。それでちょっとゆっくりいろんなことやりましょうか。像とかグラフですね。グラフはいいよねそれで像はですね、 A が X に入るとしますね。でそれで FA っていうのは FX でいいんですけど、別にこれ何かというと FA 属する Y で A が A を全部動きます。こういうもんです。それで Y が Y 属する Y の時、 Y が像に入るっていうのは Y こう FA、 これはあるこのようにこれよりはこちらで理解した方がいいですね。これ A 何個あってもいいんですけど、とにかく少なくとも1個あって FA が Y だってことです。いいですか。というわけで例えば XY に対して X プラス Y どっちがいいかな。こんなの考えられますね、写像で。例えば A として01×01 ね、この FA を求める図示するという問題がありますね。これ昔論じした時
神田駿河台にある予備校に入ったんですけど、である先生に教わった最初の講義で、講義というか授業か知らないですけど、駿台予備校では、その予備校では講義なのか授業なのか知りませんけど、そこで最初に出てきたのはこれでしたね。自分で考えてみましょう。で、去年だったかな、去年出したのは去年の小テストはこの場合で A イコールこうかな、どっちだったかな、まあまあ何でもいいですね。だから、まあ、これ色作れるんだよね本当に。これなかなかこれ予備校生の時にすごく感動しましたよ。特にこれがね、これ理解しただけですごくいろんなことが頭の中整理できて、すごく感動しましたね。もう東京に出してよかったです。それで、まあこんなの色を作れます本当に。それで私はあんまり入試問題とか他の大学の見たりしませんけど、たまたまなんか騒動が起こって複素数の写像でこれに関するような出てましたね。早速演習問題でそれを作っておきましたけど、はい、まあというわけです。ちょっとヒント言っとくと、これ問1の場合ヒントをやっときますけど、なんか呼び込みみたいに言ってるんですけど、まあ感動したからいいですね。これこれ解と係数の関係ですね。 x プラス yxy って足し算と積ですね。まあだから何かというと なんだっけ、ab でいいかな。これが fa ってのは、どういうことかというと、t 次乗プマイナス、マイナスだよね確か。最近もうボケでしたから、なんかあ、もちろんこれ ab 実数ですよ。アルファベータが実数で、アルファとベータが0と1の間に2回とも0、1に、あ、これイコール入ってるな、いやらしいね。これでパッとみんな分かりますね。そしたらあとはこれよく慣れてるやつですね。問いの方が簡単なんですけど、まあこれぐらいにしましょう。まあだから像というのは結局存在条件として表現できます。いいですか、それをちょっと言っておきましょう。まあこれはまあとりあえずよく今からしょっちゅう線形代数に絡むことをやると、これもこれしょっちゅう出てきます。まあ、というわけでこれはこれぐらい、具体的なものはいろいろ出てきますから、1年間通していろんなことやりますから。それでグラフはあんまり使わないんだけど、出てくると困るんでやっとくけど、
こうですね、これはのグラフです。 F のグラフですね。これ分かりますね。なんだっけ、 F が例えばAB からあるだとしたら、なんかこれグラフそのものですね。だからだからこうなってて、これ A と B か、なんかこうこんな感じ、こんなになるかし、連続的だってかどうかもし分かりませんけど、まあというわけで、ここの点はだからここが x だとしたら xfx だね、こういうふうに理解してください。さて、じゃあいろいろとやっていきますけど、まずこれはみんな慣れないんだよね、はっきり言って合成ってやつです。どっちだっけ、 F は今 X から Y だよね。で G ってやつが Y から Z は Z も集合、XYZ で集合で、さっきやったようにX から Y への写像と Y から Z への写像があるとしましょうか。でですね、でこれちょっとこれ順序難しいですよ。G〇F って書きます。X から Z への写、これ合成写像って言います。で何かというと、ここ、x があったら fx に行きますね。でこれ移したら g by gfx ですね。となります。だからこの x に対して、gfx が対応します。これは z の要素に行きますね。というわけです。でですね、まあこれ定義でいいんですけど、まあ数三やってるから関数の合成は少しは分かってるかもしれないけど、まあそれでまあ写像の合成も分かるかもしれませんけど、困るのは困りはしないんですけど、これ結合法則っていうのを説明します。これを今ここでやってもなかなか大変なんですけど、やりますね少し。じゃあ W も集合にしますね。それでこれ合成するんだけど、これG、まあ間違えた、 FG だよね。これ H にします。でこれ一気に X が W に行くような写像を作るんですけど、まずこれでこう合成できますね。これ何ですか ?G〇F ですか。で H と合成したら H〇、これ括弧必要ですね、こういうの。で G と H 合成できますね。これ何ですか ?H〇G ですか。そうするとこれ合成したらどう H〇G〇F っていうふうになりますね。まあですから、これと、これが等しいっていうのが結合法則です。まあですから、命題の、かつとかまたはずっと並べてって別に括弧いらないですよっていう話しましたよね。かつが3つ、P かつ Q かつ R、 それ別に本当は括弧必要なんだけど、どうせどう括弧つけても
まあちょっと書こうか。P これ等しいですから、まあこの括弧いらないわけね。で同様にだからこれ等しいんで、だからこれで H 丸 G 丸 F っていうのを定義できます。大変ですね。でこれ証明は地道にやるだけです。これだけです。これだけです。この定義を使っていくだけです。でこれは自分でやりましょう。証明は演習、ビデオにはやってあるはずです。これは自分でやる価値ありますから、鉛筆を使って演習 1.10 ですね、これは。というわけです。それでどう、それでですね、じゃあ最後に逆写像って話、逆写像、まあ前写とか単写って話をします。それで ちょっとこれもう一回写像というか行列の席のところでやったりしますから、まああんまり心配しなくていいですよ。これちょっとここまで来るともうアップアップなんでしょうけど、あんまりそんなちゃんと自分がよくできてないってことは理解すると、そういう感覚が大事なんでしょうけど、まあとりあえずそれで深刻になる必要はあんまりないです。どうせまあなかなか難しいだろうなというふうに思いながらいろんなことをしゃべりますから。というわけでやっとくと、じゃあ F がこうなのね、写像なのね。でこれに対して G が何だっけ、どこ行った、G は何かというと、Y から X ですか。これが逆写像って F の逆写像。とはどっちだっけ、ちょっと待って。注意しないとこれ間違えるんで。これ F ですよね。で G がこっちですね。でそうすると、どっちから書いてます、 G 丸 F ですか。 F で写してこうですね。だからこれどうですか、わかるね。 F 右から左行くんだよね。で F で写して G でもこうですね。これが IDXこれ高等写像です。これ X に対して X ですね。こういうのを高等写像と言います。それから逆で G で行って F、G、F 丸 G。これちょっと私は数学者になってもこれよく間違えるんだけど、いいね。Y から Y でね。G で Y から X 行って。F でですよね。ですから Y から Y、 これがだからこことここが成立するというのは定義です、逆写像の。それで存在すれば、存在するかどうか分かんないんですけど、
ちょっと論理的にこれ定義分かんないですよね。少しいじってみましょう。それで2つあるとしましょうか。だから y から x か。これ2つとも f の逆写像にしましょうか。逆写像としましょうか。そうすると何が言えるかというと、なかなか大変だね。言えるの全部これ両方からなんだよね。上の方は G10F イコール IDX、 それから F 丸 G1 が IDY か。いいですね。で G2 も整理するわけだ、これ。こうですか。あ、 Y ですね。でそしたらですね、いきますよ。これでここから導けるのは G1 イコール G2 です。やっていきますよ。でそこで今やったばっかりの結合法則が必要になります。いいですか。これなかなか難しいんだな。いきますよ。 G2 は G2 何？ G2 は Y から X ですよね。だから IDX をかましても変わんないですよね。 G2 で Y から G2Y に行きますね。で G2 は X のだけど、また IDX で G2Y は G2Y に行くわけね。だからこれ完成します。いいですか。でこれどうでした。これワンパターンなんだけど、本当はこれ G10F ですよね。ここは何かというと、丸 G2 ですね。IDX がこれですからね。で結合則を使うと、テキストなんかこういうのイコールだけしか書いてないけど、まあしゃべると説明しやすいですね。テキストで書くのはこれ結構きついですよね。まああとは自分で理解してくれっていうところまでしか書けないですよね。で結合則使うと G10 F 丸 G2 だよね。でそしたら F 丸 G2 はこれこうですね。で Y で Y から IDY で Y に行きます。でこれで G1Y に行きますね。いいですか。でこれだから G1 ですね。まあ、というわけで、高等写像との合成は別に変えないわけですから、まあ、というわけで G1 イコール G2 です。まあ、ですから逆写像はあれば、あるかどうか分かんないですけど、あればただ一つです。逆写像は存在すればただ一つです。存在するかどうか分かんないですね。一つじゃないです。これちょっと注意してください。
それで、でだからあったら この G1 イコール G2 をこれ F インバースと言います。あるかどうか分かんないですけどね、あったらあの F インバースと言います。それで、まあ、どうせこれはあの行列の逆行列の話で必ずあのいろんな話しますから、じゃあそうすると、であの存在するってあの逆写像があるっていうのはあの必要自分条件が実はあるんですけど、あの2つの性質であの特徴付けられます。その話をもうさっとやっておしまいしましょう。で定義なんですけど、これなかなか難しいと思うよ本当に実は何かというと、まあもうちょっと具体的な話も少ししますけどね、そのこれに対してあの fx が y の時あの f は全写だって言います。これこの条件言い換えると、2の y 属数、さっき消しちゃってるけど、さっきあの像の定義を書きましたね。2の y 属する y に対して、ある x 属する x があって fx が y です。これが定義です。じゃあ、次定義ですけど、どこ行った？あ、ここに残ってません。実はF 丸 G が IDY だったら全写だってことが分かります。定理は、まあ、この状況でですね、F 丸 G が IDY ならば、F は全写です。これが分かります。それで、それはどうしてかというと、もうちょっと消しちゃいますね。いいですか、 G はこうですよ。ちょっと言っときますよ。ああ大変、ここ大したことなくて、これにこれ、どれだ、あこれにあの Y を入れるだけです。2の Y 属する Y を取りますね。そうすると F 丸 GY というのはIDY の Y で、これ Y でしょ。でこうするとこれは F の GY ですね。まあ、というわけであのこれあるわけいい、そのここのある X に当たるのがここです、この GY です。まあですからあのこれ全写ですね。F は全写になっちゃいます。ああ大変でしょうねで次はですね、もう一つあって、さっき言ったけど逆写像があるかっていうのを特徴付ける条件っていうのはもう一つありまして、定義ここに書きますね。F が単写、単写ですね。そうすると、
どうだろう。難しい。ちょっと疲れ気味で。何かというと、FX イコール FX ダッシュだったら、これが整数ってことです。これは2の X、2の X ダッシュについて、整数ってことです。で、これにこの定義に対応するのをやっちゃってから少し具体的な話しましょうか。そうするとどうだろう。今これを使ったよね。だからその G として、G丸F がいいですか。 G はG丸F が IDY、IDX だ。これが性質する G があったとしたら、これ F 単車です。で、この瞬間 G が全車であることがわかるんですけど、というわけで、これ簡単ですよ。じゃあ、FX イコール FX ダッシュにしましょうか。すると。そうすると、G に値入れます。これ、同じ値なんだから、GFX ダッシュですね。で、そしたら、これ、G 丸 F ですね。だから、IDX で、これ、X ですね。これ、X ダッシュですね。まあ、というわけで、FX イコール FX ダッシュだったら、X と X ダッシュとしなっちゃいますね。それで、じゃあまず全車もやるけど、簡単な車窓って何みんなよく知ってる。一番簡単なのは、まあ、1次関数ですね。エビ実数ですよ。R 上で、こういうのを定義規定ます。さっき言わなかったけど、定義規定は全体考え、もちろんその制限者って構いませんけど、そんなの暇だから。で、そしたらですね、どう？単車を考えましょうか。AX プラス B イコール AX ダッシュプラス B ですね。で、これB と B で、だから A の X 引く X ダッシュイコール0ね。いいですか。で、倍分けできますね。A のと A0 の時、どうですか？ x イコール x足ですね。まあ、だから a のと0の時、単車ですね。a イコール0はどうですか？ a イコール0。で、この場合は、ハカで書くけど、これ、B ですね。もういいですね、これ、B、B って、何ですか、高さ B ですね。ずっと B。これ、単車はないですね。いいですか、F0 と、F0 と F1 の値、等しくなっちゃうね。F0 イコール F1 イコール、B で、0の、まあ、というわけで、ゼロの場合は単車ないのね。だから単車だったら A ノットゼロで、だから必要十分条件ですね。必要十分条件は、F が単車、
これあのどう A ノット0ですね。それであの像はどうですか、像像はどう、A の A が0の場合はこれ全部 B ですね。FR はあの B ですね。でこれ全然あの足りないですね。イコールじゃないですね。だからあの全車じゃない。それから A ノット0どうですか、Y イコール AX プラス B、 これどうですか、 X イコール A ノット0から A 分の Y マイナス B でA 分の Y マイナス B かける A 足す B はこれ B ですね。あ、ちょ、Y ですね。すいません。まあ、というわけで、あの、前者ですね。これが X に当たります。fx が y になってます。これ y2 ですね。だからこれ全車ですね。もちろんこうなってるから分かりますよね。だから像はあの全体だって分かりません。それで、で、あのどうですか、まあ簡単なのをいきます。 R から R でこれどう、そうするとあのこれどうですか、単車ですか、X 次乗イコールちょっと X' は嫌だな、 X' の次乗、そしたらあのこれ x イコール x ダッシュまたはこうですね。まあだから特にあの具体的にやるとあの f1 と f マイナス1って等しいですね。だからこれ単車じゃないですね。いいですか、だからこうなっていてこことここを1とマイナス1のアホみたいな話してますけど両方とも1に行きますね。だから単車はないですね、こういうの。それで全車はないですね。これ像はですね、これルート必要なんだけど、ちょっとそのあたりやめときまして、ルート知ってますからあの0以上だとありますね。でいいですか、 y が負ならば y イコール x 乗って書けないですね。こちらが負でこちらが0以上だから、だから乗にはならない。で y があの0以上だったら、ルート y の次乗ってあの y だからあるわけね、増に入っちゃってるわけだから fr は、これあの y で0以上ですね。だからここが黒丸ですね、増だってことが分かります。だから全車はない、ここ入ってない。
さて、ちょっと最後になっちゃったけど、まあというわけで、あの、これで分かっちゃったのは、あの F に対して逆写像があるとします。まあ F 今すかけんだけど、まあ、真ん中から G にしましょうか。が存在するならば、だから両方とも整数、両方とも整数で、F は全写かつ単写であることが分かります。で、これあの全単写って言います。まあ、というわけです。で、実はあの存在する条件は逆もは、このこっちの逆も整理します。それをちょっと喋って今日はおしまいですね。何度も言いますけど、こういうのはまあ一回聞いて分かるもんじゃないですから。で、大体線形代数とかいろんなことやりながら身につけていくもんです。なかなか難しいですよ。こんなの一回聞いて分かるような人間はなかなかいないです。それで、じゃあ定理はですね、F が全写かつ単写にします。そしたらRG、これ逆写像ですね。F の逆写像。これを証明しましょう。まあ、ですから写像の逆写像があるっていうのは、だから全写であるとか単写であるかで分かっちゃいます。それで、じゃあいいですか。じゃあY から Y を2に取ります。こういうのみんな慣れないだろうね、多分。難しいですね、本当。で、今からこの G 作るんですけど、で、だから、X から Y が、だから、X でここに行くやつを作ります。で、全写なんで、いいですか？全写なんで、さっきも言ったけど、そこにぶつかるところっていうのは、必ずあります。こちらの場合 Y は負のところではなかったわけですけど、今あることは保証されているわけね。だから存在する X 全写なんで F 全写ですよ。Y イコール FX です。これは整理します。それで、で、これただ一つしかありません。いいですか。だって y イコール fx イコール fx ダッシュとしたら、今 f は全単写なんでしょ。なんで x イコール x ダッシュです。で、だから gy をこの x ただ一つしかないって分かってるから、 gy を x と定めます。いいですか。で、これが逆写像になってるってことを示すだけです。まあ そんなに難しくないかな。どうかな。うわあ、大変だ。
さて、これも分かっちゃうね。そのここをこれ制してんだから、で gy は x ですね。今 y イコール fx と gy は x なんだから、 y イコールこの x はこの x なんでしょ。ですから、f の gy ですね。すいません。だからこれ、f 丸 gy ですね。だから idy が、f 丸 g です。いいですか。この x はこの x なんですね。だからこれ代入するだけですね。で、あと同じです、実は。この y っていうのは、だから、この y ですね。だから同じで、それだけなんですよ。難しく考えて。この y とこの y 等しいんですね。だから y イコール fx。だからこれ fx 入れちゃうと、これ x でしょ？いいですか？今、y イコール固定した瞬間、この x 等しくなくて、y と x、これも満たすわけね。だからそれで代入したら出ちゃうわけで、そしたらこれから、これ g 丸 fx でしょ。だからこれ idx だから idx が g 丸 f だってことが分かります。もう一回言いますよ。これこんなふうに決めちゃって、この y と x ここにたら1つしかないわけね。いいですか。 y2 なんだけど、まあ、というわけで代入しちゃえば必要な式が出てきちゃいます。まあ、というわけです。それで、まあ、ちょっと最後の方はもう一回ここをちょっといい加減に喋っちゃったんだけど、じゃあここで x がこれ2に取りましょうか。ここからもう一回始めましょう。大体それで y を fx にしましょうか。でこれを満たすでこの y に対してこれを満たす x 一つしかこれしかないわけね。で定義からいいですか。この gy がこれ x だよね。これが成立したら gy は x だってこと分かってますから、であとは代入して何だっけ、ここの y をこの y に代入してこれが得られるわけね。というわけです。まあというわけでもうちょっとゆっくりしゃべるとしたらそういうことです。まあちょっとこれはですねこれやっぱり難しいと思いますよ、本当に。だからあんまりさっと分かんなくてもまあいいと思いますよ。で非常に今から線形代数で逆斜像とかしょっちゅう使いますから、まあその中で単斜とか全斜とか逆斜像っていうのを身につけるようにしましょう。まあこれは一回出発点です